ヨシさんにこの間知ったことに興味がありまして、UPC を出したんですけど、0.35。まあちょっと、他の動物だと 0.2 以下が正常です。で、0.4 とか 0.5 を超えてくると、まあ明らかにタントが出てる。グレーゾーン。その前が、あれもその前は1月か 0.7 以下。まあ、今のちょっとうんち混じってたからね、また今度のシコだけで取れたらちょっと言ってもいいですね。要は、そこじゃ、少ない方なんだ、こうやって見ると。0.72、その前が 0.53 だから。まあ、だからこういうのが高いと、タンパク、脳質性腎症、慢性腎臓病があるから、そうすると、でも飲む量ってそこまで多くないんですよ。まあ、飲んではいますけど、あとスープの水分、あ、そうか、スープの水分もあるか、うん、まあでも水分は取った方がいいんですよね、うん、はい、じゃあこれを一応ね、はい、変えていきましょうか、その前に、はい、高いな、ちょっとグレーですよって言ったけど、前はグレーじゃないね、 0.72 が1月20日、ただ、ハズムのこの UTC の正常値はないんですけどね。まあでも、犬猫は 0.2 以下が正常。これはまあ明らかにデータ、統計があるんですよね。で、そうなんですよね。言っちゃったかな。犬が 0.5 を超えたら明らかにプラスだし、猫は 0.4 を超えてたら明らかにプラスだし。まあだから大体そこら辺の数字だと思うんですよね。Thank you.